とう。そうね。そうか。競技は明日からのわけだが、いかんせん内容がわからんの。毎年やってる競技が違うのか。私も一応過去の記録読んだけど、競技に一貫性がないのよね。ま、出たとこ勝負ってわけか。バトルだったらいいな。謎の魔力に謎の競技か。エルザ、明日までに公式ルールブックを読んでおけ。これを読めと。任せて、風読みのメガネ持ってるから。かいつまんで説明すると、大事なことは3つかな。まずは各ギルドのマスターは参加できないこと。ま、そうじゃろうな。ギルドの紋章をつけていないものを客人として参加させないこと。ま、それも当然だな。各競技は競技開始直前まで秘匿とし、各競技のルールもそこで説明される。試合によってルールや出場できる人数が全然違うみたいだから注意してね。出場者はすでに決めておる。ナツ、グレイ、エルザ。ここまでは順当よね。あと2人はルーシーとウェンディじゃ。無理ですよ。ラクサスさんやガジルさんもいるでしょ。だってまだ帰ってこないんだもん。マスターは個々の力よりチーム力で判断したんだ。選ばれたからには全力でやろう。うん、そうだね。あ、最後に注意書きがある。参加者は指定された宿に12時までに帰ること。12時？いつの？今日の夜中ってことでしょ。ガラスの靴を履いたお姫様みてえだな。12時。
指定された宿。まだたっぷり時間があるじゃねえか。せっかくこんなにでけえ町来たんだ、探検するぞ。はいさ。よし、そうだな。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。ものからかかってこい。開け天下地球の扉、スコーピオン。サンドバスター関東行くぞ。ペンタグラムソード。
切られたいものからかかってこい。 決戦。たわいもない。
かな。よし、ここだ。何が出てくっかな。やれやれ、お出ましか。任せて。行くぞ。カット。行くぞ。アクロスロード。ガリーの。行くぞ。アイスメイク。これで決める。アイスブリンガー。開け。不要求の扉、アリエス。このくらい楽勝ね。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。よいしょっと。
ありがとう。そうだね。はい。グレー様、ジュビア、グレー様の応援に来ました。あの、よかったらお食事でも。そういや腹減ってきたな。それならいいレストランがこの町にある。リオン、大魔党演舞に出るんだってな、グレイ。まあ優勝するのは俺たちラミアスケールだがな。一つ賭けをしよう。ラミアスケールが優勝した暁にはジュビアを俺たちのギルドがもらう。なんじゃそりゃ。俺たちが勝ったらジュビアをお前たちに返そう。もともと俺たちのギルドだよ。男と男の約束だ、忘れるなよグレイ。賭けになってねえだろうが。ふざけんな。負けるのが怖いのか。なんだと。グレイ様、ジュビアを取るかリオン様を取るかはっきりしてください。お前全然話見えてねえだろ。ドラグニル、猫なんですか、あの間抜けな顔した猫は。間抜け、しょびった。私突っ込まないとダメ。大魔党演舞に出るって噂は本当だったのか。俺のこと知ってんのか。アクノロギア、ドラゴンを倒せなかったドラゴンスレイヤーでしょ。それってドラゴンスレイヤーの意味あんの。あ、これでも昔はあんたに憧れてたんだぜ。ちなみにこいつはガジルさん。同じドラゴンスレイヤーとして気になっていただけだ。ドラゴンスレイヤー、お前ら二人とも真のドラゴンスレイヤーって言ってくんねえかな。俺たちならアクノロギアを倒せるよ。あんたたちアクノロギアを見たことないからそんなこと言えるのよ。そうだそうだ。頭の悪そうな猫ですね。レクターは頭いいよね。見たかどうかは関係ない。要はドラゴンスレイヤーとしての資質の差。私が説明しましょう。夏くんなどはドラゴンから滅竜魔法を授かったいわゆる第一世代と言われています。オタクのラクサスくんやオラシオンセースのコブラくんは竜のラクリマを体に埋め込み滅竜魔法を使う第二世代。そしてスティングくんとローグくんはあなたのように本物のドラゴンを親に持ちつつ竜のラクリマを体に埋めた第三世代、最強のドラゴンスレイヤー。第三世代。お前たちも777年にドラゴンがいなくなったのか。ま、ある意味では。はっきり言ってやる。俺たちに滅竜魔法を教えたドラゴンは自らの手で始末した。真のドラゴンスレイヤーとなるために。ドラゴンを殺した。人間がドラゴンを、親を殺したのか。ま、本戦で戦うことがあったら見せてやるさ。本物のドラゴンを倒した力ってやつを。行くぞ。旧世代には何の興味もない。
時代遅れのドラゴンスレイヤーは連れてる猫も貧乏くさいですね。フノム様、あれがフィオーレ1のギルド、セイバートゥース。何？よし。ああ。よし。どうすっかな。12時だわ。ところでウェンディはまだか？シャルルと一緒のはずだし、迷子になるとは思えないんだけど。もうすぐ12時か。あんな小さい子がこんな夜遅くまで。夜更かし、
悪友不良、ああどうしよう。小説書きはみんなこういう想像力なのか。よう、差し入れに来たぜ。いよいよ明日だね。エルフマン、リサーナ、山ごもりから戻ってたのか。かなり力をつけたつもりだったのに、先行から外れるとは。なあ、俺も出て、リサーナや姉ちゃんにいいとこ見せて。大魔と演舞にお集まりのギルドの皆さん、おはようございます。これより参加チーム113を8つに絞るための予選を開始します。予選だと聞いてないぞ。 113? あれ、フィオーレ中のギルドの数にしては多すぎるような。予選ならば事前に通達しておけばよいもの。不可解な段取り、多すぎるギルド、謎の魔力、怪しむべきは主催者側か。毎年参加ギルドが増えて内容が薄くなってるとの指摘をいただき、今年は本戦を8チームのみで行うことになりました。予選のルールは簡単。これから皆さんには競争をしてもらいます。ゴールは本戦会場ドムスフラウ、先着8チームの本戦出場となります。魔法の使用は自由、制限はありません。早くゴールした上位8チームのみ予選突破となります。ただし5人全員揃ってゴールしないと失格。それと迷宮で命を落としても責任は取りませんので。大魔党演舞予選、スカイラビリンス開始。競争っつうなら急がねえとな。待て、ゴールの規定が5人揃ってだぞ。ウェンディがまだいない。ウェンディ、ウェンディがいなくても男がここにいる。メンバー変更じゃい。仕方ねえか、ウェンディを待ってる時間もなさそうだし。頼むぞエリフマン。任せておけ。チームフェアリーテイル行くぞ。ものからかかってこい。
おう。ラビリンスはそれ自体が回転する複雑な迷路だったけど、私たちが力を合わせれば楽勝。あっという間に踏破した。おめでとうございます。予選通過決定です。よし。そりゃそうだろう。すっげえ順調だったし。もしかして私たち1位？いいえ、8位です。ギリギリ通過です。予選通過できたんだし、本戦頑張ればいいよね。いや、明日から本戦。燃えてきた。あとはウェンディが宿に戻っていれば万事 OK と思ってたけど、事態はそんなに簡単じゃなかったんだ。実っておる。熟した果実が実っておる。今年こそ完成するかもしれんな。待っているがよい、ゼレフ卿。守備はいかがですか、アルカディオス。は、姫。万事順調にございます。ついに我らの宿願が叶うのですね。世界を変える扉、エクリプス。すべて姫の御心のままに。あとはこの桜花聖騎士団団長アルカディオスにお任せあれ。ヨシナに、あなたを信じていますから。ふふんふふ、よし。おるの。行くぞ。よし。いよいよ大魔党演武の本戦が始まるぞ。試合は山に築かれた闘技場ドムスフラウにて行われる。時間的にそろそろ行かねえとまずいか。けどウェンディがまだ見つからねえ。ナツー、大変だよ。ウェンディが。ウェンディ、茂みの近くで倒れていたの。外傷はないみたいだけど。ナツさん、ウェンディ、無事か？何があった？すみません、よく思い出せない。魔力欠乏症ね。一度に大量の魔力を失ったために全身の筋力が低下してる。みんなごめん、せっかく修行したのに私出られなくて。
この大会の中にウェンディを傷つけた犯人がいるのか。まだ何とも言えないけど、その可能性はあると思う。俺たちの戦力低下を狙ったのか、それとも今はやるしかない。ウェンディの分まで私たちが頑張るんだ。よし、そうだな、B チームだ。何？
無茶。ガジル、ジュビオ、ラクサスとか反則でしょ。つーか、つーか、つーか、なんでミストガンがいるんだよ。まさかお前、ジェラール。マジか。今回からのルール改正により各ギルドは2チームまで参加できるようになっています。そっか、だから参加チームの数が多かった。冗談じゃねえ。たとえ同じギルドだろうが勝負は全力、手加減はなしだ。別チームとして出場したからには敵、負けねえぞこの野郎。望むところだよ、予選8位のチーム3。ガジルはだいぶ力をつけてきたぞ。ナチだって負けないよ。それにしても B チームすげえ強そうだな。さあ、いよいよ予選突破チームも残すとこあと一つ。最強天下無敵、これだ絶対王子や、セイバートゥースだ。出てきたか。楽しもうぜ、夏さん。何ガンタレてんだこら。ガジル、あれがフィオーレ最強のギルド。絶対負けるな、ナイチュー。ガジル頑張ってください。ステンカ君、クモも応援する。あの客席にいるのエキシードか。約束忘れるなよ。俺たちは勝てば、ジュビアを我がギルド。約束なんかした覚えはねえけど、お前らだけには負けねえよ。ところで、あいつ誰だ。いつもの愛はどうした。愛はセリアって言います。よろしくお願いします。シェリアはシェリーのいとこなんだ。実力はシェリーより格段上だぞ。私なんかまだまだ愛が足りないの。ジェラ、ミストが、お前会場には近づけんと言っていただろ。この方法は思いつかなかった。なかなか話のわかるマスターだ。事情を話したら心よく承諾してくれて。ルール違反だ。お前はギルドの人間じゃない。俺とミストがある意味同一人物と聞いているが。ま、そう熱くなるな。祭りだろな、ミスト。そういうことだ、エルサ。それとな、ミストガンはもう少し無口だ。気をつけな。了解。あの覆面の方、ギルドのものではありませんね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。だからやめとけって言っただろう。しかし悪ではありません。不思議とギルドの紋章を持つ者と同じ心を感じます。話せば長くなるんだけど、一応ギルドのものとも言えるんだよね。なるほど、あれがこの世界の王子というわけか。強いのですか。いや、それはもちろん、かつて聖典の称号を持っていた男。認めます。え、フェアリーテイルが優勝するために。で、何か気づいたことはあるか。レイヴン・テイルが怪しいということ以外は特にない。あれは初出場のギルドだ。毎年感じる魔力とは辻褄が合わない。お前の方こそその謎の魔力とやらを感じているのか。いや、
今はまだ。燃えてきた！いよいよ始まりました。ここで私とルールのおさらいをしておきましょうね。参加者は各ギルド5人までなのです。リザーブ枠があって1人自由に入れ替えができるみたいです。現在はウェイティさんの代わりにエルフマンさんが入っていますね。予選を勝ち抜いて本戦に出場できるチームは8つ。大会は5日間かけて行うようです。バトルパートでは双方のギルドが同じ人数を出し、競技パートはその時までルールは選手の選出は自由。勝敗や順位によって。頑張れフェアリン。ではこれより大魔党演舞オープニングゲームヒルンを開始します。参加人数は各チーム1名。参加者は前へ。ここは男として一番槍となって。お前のどこがヒルンって感じだよ、肉団子。ゲームのルールは分からんが、ヒルンという名から隠れることが必須か。ウェンディがいてくれたらな。ちっちゃいし。小さいのが有利かもしれないなら私か言うからね。いや、初めから飛ばしていく。俺が出る。リオンが出るの？ほう、だったら俺が出よう。この大会どんなもんか見させてもらうぜ。グレイ様が出るならジュビアも。おい、わざと負けたらただじゃおかねえぞ。グレイ様、申し訳ありませんが負ける気はないですよ。当たり前だ。全力で来い。悪いが俺も全力でやらせてもらう。ジュビアのために。ほっとけよ、バカが映るぞ。ゲームみたいな試合で楽しそう、そう思ってたのは最初だけだった。私たちはいろんな意味で苦渋を舐める。レイヴンテイルの必要な妨害が反応。レイヴンテイルはフェアリーテイルが最下位になるようグレイを集中的に狙ってきた。そして王者セイバートゥースは本当に強かった。ジュビアやリオンも奮戦したけど全く及ばなかったんだ。やっぱ弱えじゃんフェアリーテイル。万年最下位。もうお前らの時代は終わってるよ。何がおかしいんだこの野郎。もういい。笑いてえやつには笑わせておけ。すまねえ。大丈夫だよ、まだ最初だし。この借りは必ず返す。よし。よし。次はバトルパートね。主催者側が対戦チームと相手を決めてるみたい。私たちの相手は。私よ。レイヴンテイル？試合楽しみにしてるわ、金髪。あいつ。レイヴンテイルからはフレアコロナ、フェアリーテイルは
ルーちゃん。私、あいつらがウェンディを傷つけて挨拶代わりですって。私は怒ってるんだ。任せて、絶対勝つから。すごい気合入ってるね、ルーシー。相手がイワンのバカギルドだからな。ギッタギタにしてやれ。レイブンテイルというギルドの目的は何なのでしょう。そりゃきっとわしらに恥をかかせることじゃ。勘に触るやつらよ。そんな小さなことなら良いのですが。私の髪はどこまでも伸びるの。客席を狙うなんて。声を出すの。これは命令。逆らったらどうなるか分かるわよね。いくら頭の弱そうな金髪でも。なんて卑怯なやつなの。客席のアスカちゃんを人質に取るなんて。声を出すな、動くな、魔法を使うな。逆らったらどうなるか。守るよ。そうね、裸にひんむいてやるのもいいわ。カミシグレ、ホタルビ。それも面白そうだけど、お前の体に一生消えない焼き印。カミシグレ、ローガン。守るよ。ごめんなさい。なんかルーシーの様子が変だぞ。ナッツはどこだ。さっきまでここにいたな。俺は耳がいいんだよ。確かに聞こえたぞ、アスカちゃんってな。何？この子は大丈夫だ。ルーシー、思いっきりやれ。ありがとう、ナッツ。
今度はこっちのバック。これからよ。任せて。痛いわよ。任せて。処女空の扉、任せて。ピタホール。痛いわよ。これで決める。開け。白妖球の扉、守る。なんとかこらえるんじゃ。開け。四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする。レグレスインパクト。神シグレ、ローガン。はあ。開け。扉、レオ。愛が精霊を強くする。レグレスインパクト。神シグレ、ローガン。開け。砲兵宮の扉、アズエリア。おら。私の全力見せてあげる。な、何をする。やったー、勝ったわ。ジェミニー、あれやるわよ。とにかく私に変身。ルーシー、何があった？ルーシーの魔法が消された。まさかガイアからの攻撃。ルーシーダウン、試合終了。勝者レイブンテイル・フレアコロナ。私の勝ちだ。ざまあ見ろよ金髪、みっともない無様負け犬。泣くな、ルージ。だって悔しいよ。涙は優勝した時のために取っておこうぜ。すごかったぞ。おかげで俺たちはこの世界で戦えるって分かった。0点、面白いじゃねえか。ここから逆転するんだ。燃えてきた。よし、みんな揃ったな。聞けガキども、今日の敗戦は明日の勝利への糧。登ってやろうじゃねえか。わしらに諦めるという言葉はない。目指せフィオーレイジ。負けたギルドには思えないわね。
まあいつものことだしね。ルーシーは大丈夫なの？全然平気。逆にやる気出てきちゃった。ならいいけど。な、何？今の予知。白い騎士、巨大な魔法陣、崩壊するメルクリアス、そしてその中で何かを歌っているルーシー。どうしたの、シャルル？いえ、何でもないわ。未来に何が起きるっていうの？こんな予知言えるわけがない。おはよう、レイちゃん。寝不足？あんまり眠れなくてね。夏はいびきうるさいし、グレーはすぐ張って。参加者は同じ。ウェン、おい、何があった？夏、ウェンディが。ウェンディ！お前ら、くそ、見つかったか。さあ、行くわよ。てめえら、助けてくれ。俺たちはレイブンテイル。なんて奴らなの。ウェンディを襲っただけでなく、さらおうとするなんて。襲う？事情はよく知らねえんだ。宿で寝ている少女をさらって。少女？エルザじゃなかったみたいだね。おい、ウェンディ大丈夫？もう動けるの？はい、昨日はご迷惑をおかけしました。それにしてもレイブンテイルの奴ら、やること。目的はわからんが、私たちを場外でもね。こいつらは相手には一瞬にして魔力をゼロにできる魔導士がいる。それに宿で寝ている少女という本当の目的はルーシー。さて、闘技場へ向かいましょう。昨日の遅れを取り戻してやる。今日は私に任せて。期待してるぞ、ウェンディ。よう、サラマンダ。ちょっと。ああ、なんだよ。お前ら天狼島から戻って精霊界ってとこでしょ。いや、あれは修行じゃねえ。あれのせいで修行の時間が。ん？ああ、なんでもいい。少しは強くなったんだろう。へっ、一対一の真剣勝。サラマンダー。ユレンカリュウ君。
火龍拳。火龍拳の刃。火龍の鉄拳。もう終わりか。暴れ足んねえぞ。ナイツ、ガジル、二人ともだ。まだだ。それは俺。ごはあ。うむ、引き分けだな、サラマンダ。今度から仕事に行くときは俺も連れて行け。望むところだ。ギヒ。神殿の中には100体のモンスターがいて、モンスターには様々な戦闘力が設定されています。最強クラスのモンスターは聖天大魔導といえど、倒せる保証はない強さですカポ。皆さんには順番に戦うモンスターの数を選択してもらい、倒した数がポイントになります。モンスターのクラスはランダムで、いきなり強いクラスのモンスターが出現することもあります。一度にたくさんの敵と戦った方がいいけど、多すぎると倒せなくて無駄になってしまう。そして選ぶ数が多いだけ強敵を引きやすくなる。欲張りすぎても良くないというわけだな。最強クラスは聖天大魔導でも苦戦するとなるとね。だけど一巡に一体じゃ他に遅れを取っちゃうし。ここは私が行こう。参加者はくじを引いてください。1番。ラッキーだね。一番たくさん自分の順番が回ってくるよ。私なんか8番。この競技くじ運で全ての勝敗がつくと思っていたが。くじ運で、いやどうでしょう。戦う順番よりペースファイティングと状況判断力の方が大切なゲームですよ。いや、これはもはやゲームにならない。100体全て私が相手する。挑戦権は100だ。ま、無理ですよ。一人で全滅できるようには設定されてません。構わん。え？
まだまだ行くぞ行くぞ人生ソード関東行くぞ天輪の鎧サークルソード関東行くぞペンタグラムソード関東行くぞ天輪の鎧サークルソード関東これで終わりだペンタグラムソードすごい王国の挑戦なんとたった一人で100体のモンスターを全滅させてしまった。これが7年前最強と言われていたギルドの真の力なのか。すっげえなんだあいつ。私覚えてる、フェアリーテイル最強の女魔導士エルザ・スカーレット。やっぱすげえよ。後で俺と勝負しろ。おいおい、私感動しちゃった。私もう胸がいっぱいで。まだ優勝したわけじゃないぞ。フェアリテイルへ、パンデモニウム完全制圧。全てのチームの結果が出ました。この調子です。すごいです。